また来ちゃった犬飛びです。皆さんこんにちは。このチャンネルっていいですよね。あの、普段私たちポッドキャストでお話ししているのって結構仕事の話が8に対して、えー、プライベートの話は2だったりするわけで、私の場合はですね、ちょっと自分を出しすぎちゃう癖があるので、だから、 仕事9に対して、プライベート1ぐらいの話で、えー、自分のチャンネルは我慢して抑えてるんですけど、<laughs> まあ、ここではね、あまあ、自由には話していいということで、えー、犬飛び9を出したい。 と思いいまますすのでこれからもよろししくお願いします今日お話ししたいなと思ったのはあのこれからポッドキャストのチャンネル作っていくよとかそういうまだ今自分のチャンネルを確立していない作っていない方とかのためになるんじゃないかなと思って私が試行錯誤したことをお話しします。あの何何ででもそううなんすすけどこうやっっててかを発信する時って 自分のアイコンだったり、自分のなんだ、ブログだったり、えーまあ、このポッドキャストでもですね、なんかチャンネルアートみたいなものを作るじゃないですか。ね、ブログだったらヘッダーとか背景とか、いろいろ作って、結構カスタマイズ自由にキャンバーとかでできるんですよね。で、まあそんな、まあ、例えばキャンバーで今、ポッドキャストって調べたら、そのポッドキャストのチャンネルアートの とか、ね、あのアイコンのようなものとかが出てきたりはするんですけどもここでで結構迷うんですよ。私はすごく迷って何個かな10回も20回ぐらい <laughs> 変えた気がするなって思ってで最近それを改めてですね思ってですねあのー なんか結局何回も変えてると覚えてもらえないじゃないですかあのアイコンもコロコロ私飽きっぽいんですぐ変えちゃうんですよでも結構ね「あ犬跳びさんだったのに、ね、気が付かなかった」とかいう風に言われちゃったりしてスルーされる確率が跳ね上がるんですよねアイコンとかもう一旦変えちゃうと。だから うん、ここは結構あのなんか軸になるものを自分で決めようと私はようやく1年ぐらい経って思いましてでまず考えたのがカラーです色さえこの人だこの色は犬とびだっていうのがあればまあ分かりやすいかなと思ってですねあとあの自分の顔を出ししてるのでと年取っていくでしょう。 だから私はあの自分の写真をじわ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 あのタイムリーに変えたい派なんですよね。あのいつまでたっても私はあのなんかこうイメージと違う,うーとやっぱりこう実際に会ってお話ししたりするのでなんだよアイコンと全然違うじゃんみたいな思われてもなと思ってですねあのじわっとじわっと変えて。 行く計画を立ててるんですけどそうなった場合ですねやっぱりその自分の軸になるデザインとか色とかいうのがいるよねと思って私が決めたのは黄色にしましまた、えー、これは書道は白と黒の世界なので、あのー、どうしてもこう色合い的に白と黒のスタイリッシュなものになってしまうんですよね。で 私はどちらかというとですね、カラフルな世界が好きなので、まあ、少しでも、そのねあー、目だけでもカラフルに、ね、なってほしいなと思って、えー、黄色を選んだんですけど、この黄色を選んだのもですね、ちゃんとした理由がありまして、あのー、私の色は何だろうということから始めました。だから、よく自分は好きなんだけど、 人からその色似合うよねとか言われることって必ず皆さんもあると思うんですけどあのそれが私は自分も好きだし人からも言われるしそれに黄色のイメージもねあの自分に合ってるなってあの生意気にも思ったわけなんですよ。そこで今日はですね色がまあその色彩心理学 その効果を使ってね自分のチャンネルアートだったり自分のパーソナルカラーをね決めたらいいんじゃないっていう、まあ、ちょっとしたお話なんですがでまず私が選んだ黄色これはあのねプラスの面とマイナスの面を言います。えー、まずねマイナスの面目立ちたがり き<来>た。<laughs> 子供っぽい。お調子者。落ち着きがない。はい。ここまでがマイナスの理由ですね。で、プラス。元気で明るい。チャーミング。ユーモア。オーラか。アイディアマン。天才派だ。という色彩心理学では色分けされています。もう黄色やんって私は思ったんですよ。<laughs> 自分でね。 <laughs> もうあのここでねもうマイナスの目指したがりが出てるんですけどやっぱこう自分の中でどう見せたいのかっていうのは誰しもあるもので私は黄色のようなイメージであってほしいのであの部屋の壁紙も黄色にしてます。で型、まあ、やねあの書道とは,はまた若干違って私は瞑想書道というものも提案してるんですけどその時はちょっとね落ち着いた。 あの青系の色にしてますそれはやっぱあの青には「冷たい」とか「卑屈」「孤立」「無気力」というマイナスイメージもあるんですけども反対にプラスのイメージは「冷静」「集中力」「爽やか」「知的」「信頼」「誠実」「清潔感」これなんですよね。やっぱそのの瞑想系はなんかねあのー チャラッとした黄色では伝わりにくいところもあるので <laughs>、それはこっちの、あのー、まあ、信頼、誠実とかね、そちらの方を優先して選びました。で、他で言えば、まあ参考がてらに、あと、うん、5色言いたいと思います、うん。じゃあ赤。赤はですね、マイナス。発言が強め。なるほど。うん。気が強い。目立ちたがり屋。 安っぽい,安っぽい、えー、というイメージがあるそうです確かにプライスダウンとかね半額とか赤赤の色だからそういった意味で安っぽいってなってるんだろうなと思います、はい、じゃあプラス目情熱的リーダーシップ行動力積極的元気エネルギッシュ うん。確かに強いイメージは非常にあります。だからね、赤い車のスポーツカーとかがよくそういう強さの例えで漫画とかに出てきますよね。わかりやすくて私は、これは赤好きですね。はい。じゃあ次は、ピンク行きましょうか。赤と似てるピンク。はい。えー、マイナス、夢見がち、若作り、<laughs> 子供っぽい、甘えんぼ。<laughs> なかなかきついですね。はい。じゃあプラス面。優しい、華やかさ。 可愛い柔らかい、母性、幸せ、うん。ピンクはお化粧品のメーカーによく使われる色ですね。あの雑誌とかも、あのー、何だったかな。雑誌のタイトルとかも、もう、まあ、ドピンク、うん。ショッキングピンクみたいなタイトルが多いですよね。ファッション誌とかに比べると化粧品が多いのは、やはり女性が 使うものだから、そういう優しい華やかさというイメージで雑誌も作られてるんだなって勉強になります。ちょっとね、若作りは悔しいところなんですけども、これも当たってるなと思います。で、次はですね、緑。緑マイナス。自分の意見がない。嘘 <laughs> でしょえー、ことなかれ主義。えー、退屈。うん。はい。じゃあ、プラス面。安全、安心、新鮮、若い。 自然平和主義者癒しなるほどもうこれはあのー、もういわゆる緑えー、ね森林植物の緑のイメージに近いでで結構そのブログとかであなんかね優しいイメージ、えー、とかなんかこう近寄ってやすいイメージで、えー、ブログの 作っていたりする方は、緑を使ってることが多いなと今にして思います。あの、ブロもテーマカラーが緑ですよね。だからこう、誰でもこう、気軽に、あの、安心して、あの、チャレンジできるよっていう意思の表れでもあるのかなと勝手に思っちゃったりしてます。えー、じゃあ次はですね、オレンジ。オレンジはですね、地味、やぼったい、騒がしい。 これがマイナスでプラス親しみやすいコミュニケーション力家庭的穏やか陽気社交的なんかオレンジと黄色って似てますけどなんかオレンジの方がちょっとパワーを感じますよね。で黄色はちょっとあの異色というかちょっと変なやつみたいな感じですけどあのー、オレンジもですねあの意外と女性が。 使ってますブログとかでやっぱりそのイメージ的にはもう強いもう小魅力お化けみたいな感じの <laughs> ブロガーさんがねやってたりあとはやっぱ YouTube のチャンネルとかでもそうですねオレンジを使ってる人っていうのは結構あのオレンジと青の組み合わせで結構あの本とかねありますよねカバーブックカバーですよね。 でそういったあのちょっとあの知的なイメージもその親しみやすさというかコミュニケーション力があるのでそういったところを強めにしたい時は結構オレンジの、ね、文字が使われたりしてます。はいじゃあ最後「紫ですね <laughs> マイナス情緒不安定憂鬱現実と避えばひどくないこれ。 えー、はいじゃあ次プラス色気魅惑的優雅クリエイティブなるほどやっぱりね色気と情緒不安定はねセットなんですね。<laughs> あの平安時代はね高貴な色としてとてもねあのがめられていた色にはなるんですけどもでもちょっと近寄りがたいミステリアスなところがありますよね。まあ、そんな感じであのー クリエイティブも入ってるのかなと思います。えー、紫はなかなか使うこと難しいんですけども。あのー、結構ね。私は黄色と紫を、えー。なんでだろうな。あの差し色に使ったりします。なので。私もね。 あの、色気と魅惑的なところをね、押し押しにして、えー、やっていこうかなと <laughs> 思ってるわけですか。まあ、こんな感じで面白いですよね。あの、本当色のイメージが、あの、私たちには共通認識のような形で入ってるんですよね。わかるわかると思われた方もいるんじゃないでしょうか。で、あの、インテリアとかに使えばね、ホテルとかだったら落ち着く色のブルー系で揃えてるところとか、レストランとか、 ね、すごく素敵だったり、本当にたくさん色から勝手にね、こういうところだろうって想像できたりもしますよね。えー、広い公園に芝生が張ってある公園に行くと、すごく落ち着くのもこの色の効果だと私は思います。こんな感じで自分の、まあ、カラー、その人の色をね、配信するときに、 力に助けてくれるかなと思って、この色を使っては、自分の色を決めてみてはどうという提案を今日はしたかっただけです。はい、じゃあ最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ゆぬとびでした。